大人の子、パータン。ねえ、聞いて聞いて。あのね、うちとても特別なお家に住んでいて、家にウォーターサーバーちゃんがいるんです。でね、食後に一息つきたくてスープを飲もうとしたんですね。あの、よくあるお湯を入れて溶かすだけでほぐれてスープになるあれです。うちのウォーターサーバーちゃんはとても優秀な子でして、なんと冷たい水だけでなく超熱いお湯も秒で出してくれるんです。素晴らしい子ですね。それでね、お椀に具材を詰め込んでお湯のボタンを押しました。できたと思ったら、うちのママがあんた何使ってんのって言ってくるので、卵スープって答えたわけですよ。はーって言って話はそこで終わったんですけれども、パータンがずっとスープをかき混ぜ続けているから、ママが心配して見に来てくれたわけなんです。それ水だと思うよっていうわけ。湯気出てないわよ。そうだね、あんたバカね、水でした。赤色のボタンと青色のボタンを間違えました。パータンきっと疲れてるんですね。パータン頑張り屋さんだから仕方ないです。その後しっかり電子レンジで燃やしてスープは美味しくいただきました。とさ、でね、パータンすごいことに気づいちゃったの、聞いてくれる？あのね、これ一人でいるときに冷たいスープ作ってたらきっと寂しい思いしてたと思うんだよ。お湯を出そうとして冷水が出てくるとか超最悪なわけ。でもね、そこにママがいてくれたからこのエピソードが笑い話に変わったんです。ママとあんたバカね、パータン頑張り屋さんでしゅから仕方ないでしゅね、みたいなやりとりがあったから、こう冷たいスープがどんな高級レストランよりのスープよりも記憶に残って思い出として一生の価値になっていくんです。人と人の関係って時に難しい時もあるけれども、自分が大切だなって思う人との時間はどんな悪いエピソードでも楽しい時間に変えられる。